朝からノリノリね。じゃあ行きますね。はい。まだ今日何日かカレンダーがない。セカンド初めてだから。はい、今日は収録放送で、放送しているのは11月18日。18日になります。昨日が15、はい、今日が16、明日17じゃん。あ、17か。17日は土曜日ですね。ね、分からなくなった。はい、10、はい、電話切ります。収録放送です。ということで、はい、全身ラジオ、略して全ラ、始まりますよ。はい。17日でございます。17日の放送日は。はい。第3週目ですね。第3週目なので、全、はい、ラ、全ラですけど。全、はい、ラですけど、全身ラジオを略して全ラですね。そうそう、はい。はい、でも実はあのセカンドのツイキャスで、うん、あの今配信もしながらやってるんですけど、さすがあのコメントが多いですね、うん、いやびっくりした、こんなにまで皆さん暇な方が聞いて、あ、ごめん冗談だよ冗談、素晴らしいね、FM議論大好きな方々が聞いてくださって、はい、また見てくださってる、ね、すげえ、はい、うん、私は朝はテンション高いけど、はい、じゃあ夜に向けて、でも夜も高くないですか、夜は終わりかけが、はい、次楽しみ、飲み会に行くっていう楽しみはね、 あるけど、はい、一応疲れて仕事帰りに来るから、はい、疲れ切ってる、ね、あの時はもう疲れてる状態だけど、まだ化粧落ちてないでしょ、眉毛もまだちゃんとある、あ、じゃあ今なんていうんですか、ちょっとやってきて、そうそう、綺麗綺麗綺麗な、お、行ったな行ったな、綺麗綺麗な状態って言ったな。あれ、はい、もうこのちょっとさ、ヘッドホンがさ、今日の髪型ヘッドホン、ね、あ、これでいいか、はい、うん、聞いてないっちゅう、でも今日の髪型もまたちょっとおしゃれで、うん、おしゃれに見えるでしょ、はい、くるっと巻いて止めただけだよ、うん、ああそうなんですね、それだけなんだけどさ、なんか、あ、じゃあ一番上でポニーテールして、そうそうそう、あれなんで切ってる、あ、切ってないんだよ、ごめんね、はい、朝だからやっぱりちょっと、うん、あのクソクソババアからの電話だから、そうそう、気にしないで、はい、うん、たまたま間違って切れたのかなって2回はかけるわけ、はい、で 今、はい、今ちゃんと切ったので、ごめんね、ちょっとコメントちょっと紹介していきましょうか、はい、ま、まず高茂さんから、まゆゆさんおはようございます、はい、おはようございます、収録してるのは朝なのでね、うん、はい、よくお分かりで、実際は多分流れてる時間はこんばんは、こんばんはなんでしょうね、はい、はい、そして、まあ、夜勤なので今日は時間があるということですね、うん、あ、そっかそっか、はい、そして、猫丸さんからもなんと初見です、はい、おはようございます、はい、おはようございます、猫丸さんは実は、うん、あの FM 宜野湾で今月から番組始まったばかりの深夜枠、はい、女性ですか男性ですか、どっちだったかな、私も収録をキャンさんか山内さんがやるんですよ、ああ、そうそうそう、そうかそうか、夜中だから収録なんだね、はい、深夜枠なんですけど、イメージではなんか男性っぽいかな、うん、でもなんか可愛らしい、可愛らしい、可愛らしいのは男性多くない、女性あまり可愛らしいのしないよね、男性の方の方がなんか繊細っていうか、ああ可愛いを知ってる、可愛いを、そうそう、よくご存知でっていう感じよね、ああ確かに、違うかな、あ、ほら、はい、ほらって、一番上の方に、あ、男の子、あ、そうそうそう、男の子、あの、なんていうんですか、男の子の子が、うんうん、ちなみに女じゃないです、あ、娘じゃないですか、うん、確か猫丸さんあれです、なんか女の子の格好をして、うん、なんか配信してる、へえ、あ、じゃあ絶対可愛いでしょ、羨ましい、この、ね、今日はご参加、おばさんの番組にありがとうございます、はい、ありがとうございます、なんか可愛いってすぐ分かる、うん、はい、高茂さん本当に今だよ、まあなみーなってるよ、高茂さんいつもなんか他の番組でもたまに叫ぶんですよ、うん、ジュンジュンさんみたいな感じだね、あでも高茂さんとこの間まゆみさん、はい、サッコーの番組、はい、面白かった、あか、あ見てて、サッコーあんな偉い人だったんだねこれで失礼ないつも結構すごい思い出、はい、飲んでるのんべえの女としか見てなかったのに、はい、面白いのんべえの女人に言えないけど、いやいやいや、なんか素敵な、ね、はい、番組だね、あさこさんでも面白いですよ、ね、ただで見てもらう地図、無理やり私のお家の部屋の見取り図っていうのを書いてから、あさこさんこの部屋どう思うってあのちゃんと依頼したら多分ね、はい、すごい先生なので、ね、高いはずだから、はい、それとなくちょっとね番組を返して、うん、返してインチキしてみよう
聞いてみたらでもいいと思います。ね、なんか結構、はい、無理ってやりそう。収納がないからね。収納がないときどうしたらいいんだろうって、そ, う、はい、それ聞きたい。ああ、じゃその収納のじゃ作り方を今度、じゃあ、サッコさんにぜひ。聞いてみましょうね。はい。そして、かっちゃんさんからも来てますね。かっちゃんさん。はい。まゆゆさん、まなみん、おはちょい。でも収録やから、こんばんちょいって来てます。さすがだね。さすがですね。こんばんちょい。ちゃんと分かってらっしゃる。はい、私はもう今のことしか分からんから、まなみんがちゃんと説明してね、今は一応、金曜日の、第3金曜日の今6時5分ぐらいですかね、みたいなね。私もたまに分からなくなるんですよ。収録してるとなんか、ね、これはいつ流れるみたいな。後からのことも考えないといけないよね。はい、そっか。17が金曜日、金土日、はい、あのゆきさんがさ、はい、日曜日からもう再放送もしながらの平日、はい、月曜か火曜やってたでしょ、はい、やってました。それあのチューン島歌だったかな、うん、それもちゃんと途中途中で、あ皆さんこれはね今収録でねなんとか、あとこのさ再放送やるのでとかさ、本当今私はそう昼にやってるんですけど、これ今聞いてる方はもしかしたら日曜日聞いてる方はっていう説明して、そうだよなラジオ番組そうしない私はたまにこのツイキャスを見てるからテレビの感覚、あ違うな、ビデオ電話だ、ビデオみんなとビデオ電話してる感覚、リアルね、リアルリアルなツイキャスやってるので、そうそうそうダメだないやいやダメだなダメだなこりゃみたいないやでも楽しいですよ、はい、そして、うん、かっちゃんさんも暇人だから仕事サボって参加します、はい、あごめん嘘だよ嘘、暇人っていうのは嘘だからね、これお、ねね、姉さんのギャグ皆さんお忙しいのがそれをかいくぐってこそこそやってくださってるんでしょありがとうございます、ね、本当にありがたいですね、愛してるよ、うん、お仕事中かもしれないし、そうそうそう、お仕事までの準備かもしれない、あもしかしたら偉い人かもしれない、かっちゃんさんもね、うん、高本さんもかっちゃんさんも偉い方だから、はい、あの、はい、重役勤務で遊べるわけ、さすがですね、はい、ということで今日は収録放送でお届けしています、うん、収録放送でお届けしております、はい、本当にギノガルフ夫人にやるつもりで、あそうですね、なんか近況がいろいろ全裸全裸全裸って近況報告がたくさんあったから、はい、CM に入る前に小話やって、はいはい、笑ってくれたらマナミンが落ち、はい、落ちてもらって、はい、あの CM に行こうってねって思ったのに、はい、さっき何だったっけ、はい、何の話だったもう忘れてる、あれ髪型の話、あじゃあ髪型の話じゃなくて、あのあれ話あれ私もちょっと年だった、あカチャーシーじゃん、あカチャーシーだ、カチャーシー、カチャーシー皆さんできますか、はい、カチャーシーどうでしょうか、うん、今あそっかでも今高子さん以外あれじゃないですか、県外出身の方がツイキャスにはいらっしゃる。そうですね。高尾さんも帰ったの今。高尾さんも帰っちゃいました。はい。じゃああれだね。カチャーシー皆さんね、うん、沖縄の最後の宴会の最後とかね、はい、お祝いの最後にえーってちゃんか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 って踊るカチャーシーがあるけど、はい、カチャーシーを教えるときにさ、はい、よく右左右左って教えるわけ。うん、あれ嘘だよね。なんか 窓を閉めて開けてとか、はい、こんなして全然ほら上手じゃないもん、ほら。本当はこうそうじゃなくて、雰囲気は出てますよね、雰囲気は出てるけど、まずリズム取るとかね、はい、なんだけど一番上手に踊る方法を昨日聞いてきました、うん、はい、さてマナミなんと思うってさっき聞いたんだよね、はい、マナミが分からなかったから、はい、うん、答えとしては、はい、笑顔、笑顔、笑顔があればなんと笑って、そうこれだったら、はい、グードラえもん踊りでもいいしこの人踊ってもいいし、はい、手はもう何でもいい、そうそうそう、手は何でもいい、はい、顔をとにかく笑って、はい、どんなに上手に踊っても顔が笑ってなかったらいけないってこと、うん、なんだけどこのね、教えてくださった方が、はい、梶間屋のおばあちゃん、梶間屋って97歳の沖縄で言ったら、はい、97歳のちょうど今年だったら うさぎ年か、今年うさぎ年の方かな、はい、のおばあちゃんがこのお祝いなんだけど、はい、もう手が痛くてね、あまり上まで上がりきれなくなって、うん、はい、踊り上手だったんだけど踊れなくなったと、じゃあどんな人踊るのかなと思ったら、はい、後ろで腕組んでさ、はい、こんなして踊ってたんだけど、肩揺らして、あそっかそれでもいいかと思ったの、はい、思った奥さん、はい、だけどあの顔も笑って、もちろんでよくよく見たら、はい、ティッシュを細くほらあのハクションってやるために寄るじゃん、はい、あんな感じでもうすごく寄るっていうのを寄って、はい、鼻に突っ込んで踊ってたわけ、はい、何か白いのが出てると思ったら鼻から、うん、そう鼻から牛乳みたいなさ、おばあちゃんのギャグなんだろうけど、はい、その小ネタも忘れない、はい、うん、そのおばあちゃん席さすが97歳と思って、でそれでよいしょよいしょってこうして、はい、おんぶしてるんで子供をね、踊る姿が可愛いし笑うよね、はい、
あれはいい。だから、ね、うん、だから今度からまなみんも笑顔、はい、笑顔で鼻にティッシュを突っ込んで踊ってください。はい、落ちたね。カチャーシー大会。うん、カチャーシー大会。出ます。あ、行ったな。来年の羽衣祭り。みんなでって。団体個人で個人で。まなみんやってくださいよ。まなみんがやったらみんな爆笑するし。ポンタが怒るかもね。あゆさんのせいで。まなみんが崩れたって。あ、代わりにやるか。あいつ。落ちたね。落ちました。ってことで、一回、今で CM 入れとかんと。行きましょう。行きましょう。どうぞ。うん。コンテナの押し込む。コンテナ？コンテナと思ったんじゃない？開けて押し込んで。男性はグーですね。あ、そうそうそう。男性はグー。ドラえもんね。はい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 、はい、あ、ちょっと斜めがいいんだったかな。うーん。こんな人。空手みたいな。私だったら空手じゃないの？関取なの。関取。じゃあ CM 開けたところからいきますね。はい、あ、それも後でできるから。CM も後で入れます。まあこれで入れることもできるんですけど、うん、今日はちょっと時間もないのでね。はいはい。練習で。じゃあ、今日入れますね。はい、あ、そうか、その話があるんだ、うん。これからしようか。じゃあいきますね。はい、時刻は多分、うん、6時20分ぐらいなってるかな。全裸ラジオをお届けしております。はい、収録放送、はい、今日は収録放送なので、はいはい、ちょっとね、この、うん、リアルタイムでラジオ、あ、なんていうんですか、ツイキャスとか YouTube ライブとかはやってないんですけど、うん、事前に収録した時の動画が YouTube に上がってるので、はい、もしちょっとどうしても映像を見たいっていう方どうしてもないと思うけど。ないですか。ないと思うけど、どうしても見たい、どうしても見たい方はぜひぜひ YouTube チャンネル。どうしても見たい人は。だけど、はい、あのセカンドでねやってるのを嗅ぎつけて、素晴らしい、マニアックな方々がね何人かねいらしてますけどね、素晴らしいね、この方々って。本当にさ、猫丸さんはね初めてですけど、それ以外の人ってみんなデジやばい。やばい、すごい人たちばっかじゃない。高坊さんももうすごいしさ、はい、タミさんまでは、あいやーって、本当に。あいや。あい、あい。素晴らしい。かっちゃんさんも。なんでこんなにまでね、はい、なんか FMG の愛してるのって。山内 B が好きなんだね。あ、違うか、番組が好きなんだよね。番組が。え、だって私にイエローカードが出て。まなみにイエローカード出るって言ったからじゃないの。あ、なるほど。まなみが出るとか、鼻で。あ、そうそう。私できます。それでイエローカードが出たってことですね。うん。高本さん、いつも黄色いカードと赤いカードいつも持ってるから。はい、うん、うん。たまに紫色と交換しとこうかね。出した後、出させてから。何ですかみたいな。すごいよね。ですね。うん、はい、タミーさんも、ね、うん、愛収録なんだって言いながら、じゃって去っていっちゃったっていう。シュンって、いやいや、あの多いから大丈夫。ひふみのニーニー得意さ、はい、シュッて逃げるの。シュ今忙しいから聞いてないずと思って、あ、まあ、ちょっと文句言っとこうみたいな。とりあえずコメントしとこうかっていい、まずさらーって言ったのね。大丈夫だ、タミさん、お仕事戻っていいよ、いいよ、ありがとうございます。ありがとうございます。私の心のどっかにちゃんと残しとくから。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は、ね、いろいろ、もうちょっと、はい、いろいろある、報告がたくさん。今日さ、今からさ、はい、12時半にさ、はい、ここで、はい、じいちゃんと会う約束があるわけ。あ、ここで、うん、ここで、1時から収録があるらしくて、はい、1時からで、それも私はほら1時間だけなんだけど、この方2時間3時間いるのかな、他のもいろいろ混ぜながらちゃんと放送するみたいで、はい、放送して それを後でまなみんに編集してもらう独特な、はい、あ、でもあれ私がもう編集してないんですよ。編集は他の子、あ、新しい、あ、あの子か、千葉なちゃん、昨日こっちではやってないんですよ。あ、他の、はい、別の、ああ、そうなんだ。でもここでやるって今日は、ね、長時間、今日いらっしゃるんですね。あ、その方が、うん、やる方が、うん、わかんないです、なんでだろう。今日時間が長いと、じゃあ終わってからやりましょうかって言ったから、はい、終わってからも時間ちょっと取るので長く収録があるって言って、はい、
ちょっと、うん、そうそうそう、そのじいちゃんね、ハンチング帽をかぶったじいちゃん、はい、はい、じいちゃんと打ち合わせ、うん、私の中ではじじいって言ってもいいかなと思う。聞いてるはずよ、怒られるから。もうそうそう、何やった火曜日の、あ、火曜日、月曜日だ、月曜日の、月曜日の15時、はい、3時からやってる。で、一応これも FM 小座でも実は再放送してて。あ、FM 小座でも再放送してるんだ、はい。土曜日にやってます。日曜日もあるわけさ。あ、日曜日は。日曜日は FM 小座で普通にやってるでしょ。そうそうそう、はい。また別の番組やってる。あれ、1時かな、お昼頃やっててさ。お昼やってます、ね。そこで私の話してたんだって。へぇー。デーモンメイクが得意な方がいてねっていうのんで。すごい。歌の話してて、あの、ゲストの方もいて、はい、このゲスト3名のうち1人はさ、私知ってる方でやったんだけど、この方々に、はい、このまゆゆさんって方はね、はい、コスプレもしてね、デーモンメイクがとても上手なのよって言うけど、砂川さんデーモンメイク知ってるばって思うけど、その話をしてて、この3人のゲストが、てんてんてんって、ほら、もうテロップが書かれるぐらい面白かったんだけど、それを私聞いてなくて、はい、高坊さんが聞いて出してね、はい、高坊さんが、はい、あの、なんでだった？フェイスブックかツイッターか何かで私に、はい、メールかなで来てたのよ。はい、まゆさん知ってわかりますか？今放送でまゆさんのこと話してましたよみたいなこと言ってくれたから、はい、うん、え、高橋そうなのって、もう終わってたんだよ私が見た時は、はい。だから後からあの2時間か3時間後に見たらほら上がってるじゃん、はい、YouTube が。で、あれで見て、あ、本当私のデモメイクの話してるってそれで知ったのね。レモンメイクのこと知ってるんですか？あ、ちょっと話したんだよ。ああ、こんな感じもして、どんな感じもするって見せたは見せたけど、レモン知ってんかなって思ったんだけど、はい、はいはいはい、わかりますよって穏やかな感じで、今日この間さ、まさかの、はい、初めて、はい、マナミンと会った、うん、その後にさ、はい、二人っきりでカラオケデートしたわけよ。二人っきりでっていう言葉がちょっと怪しい。怪しいでしょ。二人っきりでカラオケデートしたんだけどさ、はい、さっき、うん、石坂さんとねって会ってたんですよ、はいはいはい、それでまたそこからトマトに行ったんだけど、うん、トマトがね、このトマトまで行くのにちょっと時間かかって、うん、途中まで大混雑だったのよ。あ、混んでたんですね。だから混んでて、私の時間、約束の時間が遅くなって、ごめんね、まゆさん、先に入っててって言ったから、砂川でね、予約してるからねって言うから、向こうの人に言ったら、あ、砂川さん、こちらの部屋ですって言ったらさ、30人部屋みたいな部屋。はめっちゃ大きいと思う。うん、なんで言ったら、いつも、あ、そ、砂川さんはその収録を兼ねてるので、はい、この部屋を借りてるのでって、値段変わらないのかな。え、わかんない。私その後忘年会があったから、はい、商工会の美女の掟きのお姉様方と会ったから1時間しかないから、1時間でいいやとで、うん、いいですかって1時間だけ予約をして、はい、その部屋に入ったわけさ、はい、もう私がお金も払うつもりだったから、うん、そしたら、はい、暇だから今のうちちょっと歌練習しとこうって、うん、彼にあの、そうそう、はい、今からねちょっと紹介しますか、この演歌の、演歌の花舞台っていうチケットね、はい、あるんですけど、11月23日木曜日、来週なんですけど、はい、木曜日にね、あの1時から開演、なんだ、沖縄市民小劇場アシビナで講演会っていうか、はい、この歌やるんですけど、そこに私も出演することが決まりました、はい、どん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 パフパフドンパフドン、はい、ということで、懐かしい、はい、そうそう、やるんですけど、はい、それに向けて、うん、また劇で私が演歌を歌うってこと聞いて、うん、砂川さん出てくださいなんだけどさ、はい、砂川さん、さすがに私の歌聞いてから、うん、ダメってね、あそこで舞台で、あ、何であの人の歌かなって思われたくないから、うん、まずは聞いて、すごい噂をしたら今こっちで来た砂川さん来てる今収録してるからって、まあ、今収録してるからっていうのは後で言いましょうね、うんうんうん私めっちゃびっくりしました。噂をすれば聞いてるよ。あなた方二人、私の文句言ってるねって、はい、僕の文句を言ってるねって言ってるかもしれない。やば、やば。じいちゃん聞いてる。でもじゃあこの後じゃあまた、そうそうそう、ちょっと収録の後に、ね、いらっしゃるということで。そうなんだよ。そうしたらさ、はい、あの、トマト行って、その時に2曲歌準備しててねって言われたわけ。で、私はこの九段の母っていう、はい、セルフが長いやつね、うん、あれを一応歌ってほしいで、あと一つって言われて、はい、ここで先週たまたまねお会いした時に、うん、あの、何か歌ってってか、じゃあ分かりましたって言ったんだけど、はい、これで本当にいいのかっていうことで、はい、これを歌いに行ったのよ、うん、で練習して、はい、砂川さんがいろいろ
到着運転いらした時に、全然歌うじゃない曲、私はもうちょっと4曲歌ったらまだいらっしゃらなかったから、5曲目にちょっと違う曲歌おうって、一応演歌だけどね、歌った時に、ちょうど始まってさ、私一人で30名の部屋で真ん中に奥、ずっと奥に立ってさ、この人歌ってたのに、これはうちの父が好きで歌う予定、歌う予定じゃない、好きで歌ってる曲で、私に声に合ってるわけでもなく、披露するような歌でもないけど、おこの曲いいですねって、ほら演歌好きじゃん彼、だけどもう変なアダックス、なんかちっちゃい声、私、これじゃない、これじゃないんだけどみたいな、なんか気まずい感じ、自分自身がね、もうエンさんこんな曲持ったんだねなんて言ってくれたけど、違うんだよなって、やっぱりちょっと上手いところ見せたいじゃん、18番をまずは歌いたかったのに、はい、俺10番にも入ってない、はい、9番か8番ぐらい、演歌の中でも、はい、好きな曲ではあるんだけど、ってちょっとテンション下がってさ、はい、歌って、でまあこれからが本番ですって言って4曲ぐらい歌ったから、はい、ああこれもいいね、これもいいね、あなたは声が透き通って、素晴らしい、いい声してるねっていうことで、司会もやることになってさ、当日の私ギリギリだけどいや、その打ち合わせよ、人の名前は歌詞、題名間違ってもいいけど、まなみんが知って何がある、はい、北の旅人っていう曲、はい、石原裕次郎のあるじゃない、はい、北の宿からって言ってもいいさ、はい、はいじゃないよ北の旅人、北の旅人って言わないといけないけど、北の宿からって言ってもいいでしょと、はいってそう釣られて、まあ、はいって言ったら、まあまあね、ごまかせるかなみたいな、だけど人の名前はマナミンが歌うのに、マナティーが歌いますって言ってマナミン出てきたら失礼さ、だから人の名前は間違えたくないから、先生私プログラムとか、その事前にいただけないとやりませんって言ったわけ、だからこれをじゃあ持ってくるよって言ったけど、この間持ってきてなかったわけさ、この間で収録です、そうそうそう、だから今日私しながら読み方ちょっと教えるからねって言って、じゃあ終わってから始まちますよって言ったから、いや今日は長い収録になるからって言ったから、まなみん覚悟してよ、なんか分からんけど彼は長くいるみたいよ、なんだろう、なんだろう言ってあるのにねでも、すごい司会やることになったんですね、なんかね、でもね、司会も全部仕切るわけじゃなくて、その名前と題名を言う感じで、その前で人生には歌があり、歴史がありって、なんか砂川さんののナレーションがなんか、ね、そうそうそう、ちょっと入るんだよね、そうそうそう、徳光さんわかる、徳光さんって、ね、はい、アナウンサーがいるさ、あの方が、ノエツが入ってるカラオケがあるわけ、その人のイントロの時に、あなたにはどんな思いがありましたかとか、なんか、そういうのを砂川さん多分言うんだはず、だから一緒にいたらそれをやりながら続けて、では歌ってもらいましょう、石坂真奈美さんによる北の旅人っていうのは面白くないと、その部分はあなたに言ってもらいたいみたいな、からだからそこまで難しいものではないと思うんだけど、やめろやめろと思ってね簡単に考えてやめろって、すごい、でもそうそうそう、それをやることになって、大躍進ですね、でそれで2曲歌ったら、じゃあ衣装をさ、考えるわけ、衣装はじゃあちょっと演歌歌手、夏の中ではあの人、また君に恋してるの女の人、坂本そうだっす、そうだっす、そうだっす、この坂本冬澄さん風な感じで、ちょっとかっこよく、多分、あれなるはずだけど、天童よしみになるはずだけど外見がね、本当はちょっとこんな感じで、藤あや子さんとか、ちょっと綺麗な、そう、ちょっとこんな感じで、ちょっと襟元こんなしながらさ歌ってた、そうそう、でもさ、いい着物が、2番目にあなたが持ってる衣装で2番目にいいのをつけてきなさいって言ったっけ、あ、一番じゃないですか、砂川さんのギャグさまなみ今真剣に考えてる、砂川さんのギャグだくさ、ほら一番上手つけてこようって一応失礼じゃん、はい、あなたは普段からちゃんとしたのを着ていらっしゃると思うけど、まあ2番目に一番上等っていうのは2番目に上等をつけてきてっていう、まあちょっと おしゃれしてこいっていうね、はい、まあ私も見に行ったことあるのよ、このここで砂川さんのではないけど、はい、他の方々のこのカラオケ、そうそうそう、やってる方々のね、はい、だからすごい、もうその主人公になりきるっていうかさ、はい、この演歌歌手にドレスとか着物でも、本当にこんな感じで、みんな男性もね、はい、見たことあるから、まああんな風にやるんだろうなってことで、だから私先月か、葵さんのところでやった時もちょっとね、はい、似合わない赤いドレスつけたり、あれをやったんだけど、はい、この九段の母はちょっと戦争で息子さんを亡くしたお母さんのちょっと涙涙の歌だから、はい、かっこいい格好、綺麗な格好あんまりいらんわけね、どっちかというとモンペとか、はい、こう手ぬぐいをって汗拭きながら、はい、あーって杖をやるような、YouTube 見てもこんなのが多いわけ、はい、
だから、なんか可愛い格好できないって、うん、あと一つはじゃあ綺麗な曲歌ったとしても、はい、衣装のチェンジする時間、ほら司会もやるし、うん、司会もやるか、向こうで着付けて難しいから、はい、なかなかできなくてさ、はい、一人ではね、はい、はあ、ちょっとどうするのって、うん、いろいろ考えていたらさ、はい、もう九段の母やめようかってなったわけ、あこの曲とこの曲いいって、はい、つなごさんが私のおすすめしたのが、はい、瀬戸の花嫁、今夜の木戸美恵子の外の花嫁と牧村美恵子の道連れっていう曲、はい、この2つをいいね、あなたに合ってるよ、歌ってみてって、これにしましょうって決めたわけ、はい、うん、じゃあちょっとね、瀬戸の花嫁はさ、やっぱりお嫁に行く歌だから、はい、赤い小柳ルミ子ですら赤い着物つけてたわけ、はい、でもつけ下げのね短い袖の、はい、私ほらガキが2人も、それも高校生と大学生だからさ、もう振り袖つけられないんだけど、はい、演歌歌手って振り袖つけてる人いるじゃん、ちょっと、あ、そうなんですか、うん、かっこいい、綺麗な衣装ね、留め袖とか振り袖が多いね、付、はい、け下げよりも、だから、あ、はい、振り袖つけたいけど笑われるかな、うん、その袖を曲げてここに、はい、帯にかけてから短くしようかなとかさ、うどうしようっていろいろ考えてて、はい、じゃあ一応もう時間もな、時間なんで、いや、まゆみさんなんか好きなの食べてって勝手にいろいろ注文して、はい、もういいですって、次あの忘年会なんでって言ってるのに、いやいやお腹空いてるでしょってさ、オムライスと生姜焼きって聞いた、同じの食べるよって言ったくせにさ、つなごさん結局コーヒーだけ飲んでさ、はい、私も食べんかったけど、ちょっとポテトだけちょっとつまんだんだけど、これまたお弁当に入れて持ち帰りしなさいってから、はい、食べないんだって、で延長になったっけ、結局ね、はい、1時間で帰れないですよ、こんなにまでのこんな話になってるから、はい、結構な、うん、もうあっちは遅刻したけどさ、忘年会は、忘年会はでも楽しかったからまあいいんだけど、はい、でそしたらじゃあもう最後に、じゃあもう先生すいませんね、本当に次もあるのでってから、1時間を先生の時間を取らせてもらってごめんねなんて話して、うん、いやいやいや君、あなたの歌を聞くことができて本当よかったなんて言ってくれてさ、はい、で普通はですね、私も何か送る、コインを送ったらいい、はい、あ、でも大丈夫ですよ、あと30分はこれでいきます、うん、はい、そしたらさ、はい、このもう最後だからじゃあ歌いますって、はい、じゃあせっかくだから、うん、この九段の母、この九段の母ですら、はい、もらった原音があって、この間歌ったところの、はい、うん、それを今から聞くってまだ聞いてなかったわけよ、須永さんね、あ、はいはい、うん、じゃあ私生で今歌いますって歌ったから、うん、うん、やっぱりこれだってまさかの、あれまさかの、はい、やっぱりね、この曲はいい曲ではあるんだけど、はい、あなたにも合ってる、あなたの良さが一番出るかもしれない、やっぱりこの歌を歌おうかねってなんかずっと一人で歌う、うんうんうんって、もうずっと私の歌さ、はい、歌ってるけど、みんな次の人たちって電目で自分の歌を曲探すでしょ、はい、そのおばさんさ、ちょっとなんか電話とか来たり、はい、LINE がかな、なんかメールが来ててバーってなんかやってたのよ、はい、やってたけど私の歌が始まったらスーパッとまた見てくれてさ、はい、画像をね、このテレビを、はい、うんうんって一緒に歌ったり、小さい声で、はい、こんなにカラオケってなんか幸せなっていうか、うん、カラオケ好きな人は分かると思うんだけど、はい、うん、こんなに私の歌聴いてくれるのって、うん、半分しか普通聴かない、俺でも、はい、イエーイって乾杯みたいな、はい、イエーイってハナハナなんてやったりするんだけどさ、はい、本当に、うん、素晴らしいとか、もうすぐ感想言ってくれたりさ、はい、全部褒めることしか言わない、もちろん、はい、うん、須永さん褒めるの、ね、うん、上手よね、上手ですから、うん、うん、なんかね、頑固そうな感じはするけどね、芯、はい、が通ってる感じな、ね、あれで、うん、褒める、いやこれ良くないと言わないね、絶対ね、あ、優しいおじいちゃんだ、はい、ちょっと厳しいかなってね、どっかで、私はまあ出る、あれでしか見たことないから、はい、ラジオでしかそんなに詳しくは知らないけど、どういう人かってね、はい、で少しずつ調べて、あ、こういう世界にあれしてる人なんだみたいなとか、はい、だんだん分かってきたんだけどさ、もうずっと褒めまくるし、気持ちよくなるし、九段の母歌ったと思う、はい、でも一応ちょっと嬉しかった、うん、やっぱりこれだって、そう、私これでいろんなところに呼ばれるようになったから、はい、これをね、うん、まあまあこれもいい曲だけど、やっぱりあの歌歌ってねなんて言われるよりはやっぱり良かったのかなと、はい、でもね、10分する対策なの ね、 10分もするから2曲分あるから、まゆみさん、あまゆさん、この曲だけでもいいかなって言うから、うん、あ、私はもう先生お任せしますよって言ったから、うん、どれ歌ってっていうのをね、はい、私が言える立場じゃないしって、うん、じゃあこれ一本、もうもったいないけどこれ一本でいこう、はい、
これあなたでこれでね会場を泣かせてやろうみたいなさ、もう一つ一つの言葉が先生なんかかっこいいわけ。もうなんかセリフになってるとか、先生かっこいいってさ、はい、まゆさん先生って言わないで、私はね先生ではありませんよ。あ、それいつも言いますね、先生、うん、教えてもらってるからね先生って。私ギャグではここは言ってないね、はい、先生、うんうん、先生って感じで、砂川先生いいじゃんって。でも砂川先生、みんなでも先生って言いますよね、この周りの、なんて言うんですか、でも、ね、歌仲間の人たちとかも、うん、あ、やっぱりね、でも言わないで、たまに先生って言いますよね、うんうん、多分そうだと思う。そういう、うん、いろんな方々もプロの方も呼べたり、うん、この私がだって九段の母の、はい、とてもまあ昔の方、美空ひばりさんとか双葉百合子さんって方も歌ってるんだけど、はい、この牧優子さんって人が、うん、新しく歌いながらセリフ入りの、はい、このまた有名な方に作詞させたのかな、このセリフの部分を後からつけてるって、はい、これ歌ってまたこの方もあれしたんだけど、この方もこの間4月かな、はい、にお呼びして沖縄芸術劇場かなどっかとか糸満とかあそこでね、はい、講演会してるさ、このコンサート、はい、砂川さんすごいいいわけさ、すごいいいですよね、呼べるってことはね、はい、そうそうそう、あの時は時間が合わなくて行けなかったけど、また来年いらっしゃるとか言ってたな、そうなんですね、だから本当聞きに行こう、本物ね、私は今他の浅香美穂さんっていう若い方が歌ってるやつが一番歌いやすかったわけ、あ、だから彼女の YouTube を見ながら練習したんだけど、今ファーストテイクとか歌の番組があって、あ、この歌の歌い方、うん、のレッスンっていうの、ボイストレーナーがやるやつがあるけど、うん、絶対九段の母ないわけ探してるけどボイストレーニングないわけ、ね、だからあっちこっちの人たちの見ながら、はい、自分の歌に、はい、演歌ができないど素人がよ、はい、歌うにはどうしたらいいかっていうのを私なりに研究してもう何百回聞いてるはず、本当に100回ぐらい聞いてるはず、入れたらって言われた、あの息子のなんかサブスクで入れたりするのあるので、はい、毎回毎回 YouTube 開けて拾って見てるんだねって、もうそろそろ入ればみたいなさ、あ、だよねと思いながらもなんかさ、はい、それで、とても、あ、じゃあこの曲をじゃあ歌うんですか、そうそうそう、歌うことになって、だから結局ババアの格好でいいわけ、ババアでも司会やってる時あのババアの格好嫌だから、はい、ベレー帽をかぶってちょっと、司会は、はい、どうせなんか台の上があるのかな、横の方に立つかなーってなんとなくね、うん、横の方に舞台にちょっとほら、はい、小さい台があって、うん、マイクがあってスポットライトだけ当たった時に、はいはい、うん、続いての曲はとかいう感じかなって、うんうん、そんなだから上半身だけ見えるかなって、はい、やっぱり着物をね、うん、がで、はい、と思ってさ、うん、まあ今見たらやっぱり着物に、はい、地味な無地な着物に黒い羽織を着て、はい、靖国神社にお参りに行くお母さんの姿だから、うん、やっぱりちょっと清掃してるわけ、田舎のお母さんが、はい、でも無地な着物ってうち一着しかなくてさ、はい、やっぱり写真撮影用の衣装だから、はい、派手とか柄物が多いわけよ、はい、それがグレー、うん、あ、ちょうどいいじゃんって、でもそれをつけただけで私らしくないでしょ、グレーの着物だけでさ、確かに、うん、で今収録が終わった後に向かいのシャリマさん行って、はい、レースを買ってこようと、黒のレース、おー、ちょっとゴスロリっぽい黒のレース、うん、はい、グレーの無地の着物に黒のレースをつけたりとかして、はい、ちょっとラメとか、はい、ゴスロリの衣装、はい、なんか小雪さんわかる、モデルの、あ、りょうさんとか、はい、あ、ちょっとあのクールビューティーの、はい、あの一重だけキュッてした、はい、あのイメージだよ、あのイメージの人が、この無地の着物つけてるけど、はい、うん、ゴスロリっぽくちょっとレースをで、はい、ここにあの中からわざとシャツってなくて、うん、なレースの大正ロマンティックの、うん、はい、うん、のつけたり、チョーカーの黒いリボンつけたりとか、うん、着物と洋風をアレンジして、うん、ブーツ履いて丈を短くとかね、うん、まあ、はい、イメージね、うん、ああいうっぽい着物にしようかと、はい、そしたら少し下ろせばいいし、上から羽織るだけ、うん、で上は手ぬぐいをかぶればこの髪型直せるけど、取れば少し他の演歌歌手に来た人たちともかぶらないだろうし、うん、多分演歌だからね、年寄りが多いかなって、はい、お年寄りが怒られるけど、若い人がいても、はい、若い人はまたそれなり袴とかね、そういう格好、若い子では若い子が絶対じゃないと思うから、うん、そういう真剣な格好だけど、はい、私は、あ、何あのって、あ、司会者だから、はい、あ、でも歌うんだね、切り替えができて、うん、この切り替えも上の羽織をつけるだけでできるかなみたいな、ね、うーん、それを考えているわけさ、お、
どう思う、はい、あ、いいんじゃないですか。ただ私らしくない、うん、ちょっと切り替えもうまく切り替えもね、そしたら時間も短くてってね、はい、ベレー帽をかぶる、うん、ベレー帽か、はい、ベレー帽で、あの玉ねぎヘア、うん、あはい、可愛いよね、こっちからしても、うん、ちょっと髪も長くなったから、はい、まあそれかベレー帽じゃなくても、はい、ちょっととんがらして、うん、その前に婚礼があるんでね、朝一番で午前中に婚礼の、挙式の方がいて、それ終わってすぐ向かわないと間に合わないから、もう私自分の準備は4時か5時ごろ朝の、うん、出勤が7時や6時半だから、はい、それをやろうと思うけど、はい、そんな頭で、うん、この婚礼のお母さんとか、うん、お嫁さんなんでこの美容師さんは自分が張り切った格好してるのと思うかもしれない、うん、今からコンサートがあるんですよなんて言えないですよね異様な感じで見られながらの、そうそうそう、はい、午前中あるわ、今日気合入ってんなみたいな、なっちゃう、うん、意味わからんと思われながらも、うん、でも忙しいですね、そう忙しいのな、うん、眠れないな、はい、で、出番はちなみに何時頃、うん、だから私初めに間に合わないかもしれんって先生に言ったったから、初め僕がやっとく、だから定型だくさ、司会も司会も、あ、途中、途中間に合わなかったら僕がやっとくから途中で来てねって、はい、途中どんな人舞台に上がるわけって裏からとかさ向こう慣れてないから砂川さんそこら辺すごいですよね、うん、ちょっと私似てる私に似てる、このこういう思いつきでよしってどんどん進めていくけど、うんね、周りの人がついてこれてないとか、なんか山内さんのこれあ、砂川さんも山内さんにそのうち怒られるはずねやっぱり砂川さんこれはねちょっと大変なんですよ、うちのスタッフもみたいな一緒だ、そう一緒なんだよ砂川さん、あ、私だからちょっと気が合うんだろうね彼でもね、いやでもすごい芸術家はそうなんだよあのこのピンって来た時に動いてやらないと逃がさないって怒られはするけど、うん、いいように言ってるね今怒られる発車って感じ、はい、いやでもじゃあこれが来週ですね、うん、これが来週なんですよ、はい、来週なんで皆さんチケットあります、あ、こっちこっちこっち、あ、なんか誰かがミニ、あ、誰だったかな、なんか見に行こうかなみたいな人がマジいたんですけど、一人誰だったかな、リスナーさん、パーソナリティーさん、パーソナリティーさんだと思います、はい、じゃあもし行きたいっていう人はマナミンの番組の多分誰だったかな、ちょっと思い出せないんですけど、ぜひぜひぜひ、なんかそうそう、チケット今ローソンの、みたいな、はい、ここの普天間に今行ってきたんだけど、はい、普天間のこの、はい、一緒よね、ローソンのオーナー、はい、宮城さん、うん、ローソン美味しいよってね宣伝する代わりか分からんけど、はい、チケット3枚買ってくれた、爆笑してた、爆笑、まゆうさん行きます、見に、もう楽しみって、いつも23日た、お誕生日みたいで、はい、妹さんとお母さんと3人で、はい、その日にいろんなイベントに行くようにしてるんだって、今回私がこれ買って、うんうん、これを2人連れて今回面白い演歌見に行こうって友達が出るんだけどさ、はい、ぶったまげることするみたいってことで呼べるって笑ってた、うん、あ、でもよかったですね、みゆうさん、奥様と友達だわけよ、はい、うちの陰キャな娘、はい、あいつとキララと、はい、あの向こうの娘さんが同級生だった、はい、お友達でさ、それで PTA とかでも知ってはいたんだけど、最近からとっても仲良くなって、また女性部にも入ったのよ、はい、あの美女の起きてのお姉さんなんかと一緒に、はい、仲間になってさ、で最近の時には朝行ったら普天間店に行ったら、いつもこのオーナーさん宮城さんがいらっしゃるから、宮城さんそうそう、はい、彼女になったっけ、あ、マネさん、この髪型が一番似合ってるさって、うん、あ、これ言われたんですか、そうそう、これしちゃってますよ、しちゃってしちゃってますよみたいな、マネするかもしれないですしないじゃん、彼女はね顔だけでもすごい美人で、もう素敵な綺麗な お母様だから、お姉様ね、だから私はちょっとね、このちょっとコスプレしないといけないよねこれコスプレ、でも私もね見に行きたいなと思うんですけど、本当に見ないですよね、うん、1時から4時までだ、奥さん、1時から4時まで、4時で2時半から3時に出るかなって、私真ん中ぐらいに、はい、まあ、鳥はとんでもないかなってお願いしてはいるわ、奥さん、この時間もしでもね、だったら木曜日の4時から、はい、あののんべえな、うん、番組がパパ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 のアッコさん来るでしょ、来ます来ます、あ、でも
来るかな、収録23、一応なんか祝日は休むことがあるんですけど、あ、2に休めていっとこうか、先にいっとこうかな高安の2に休んでってその日収録、収録放送か、はい、もう、うん、あのやめてってまだねシュレバイシュレックの姉って書いておこうかなもし行けるんだったら私めっちゃ前の列行きますよ、ね、あ、なんか真っ、まあ、黒くなってるあらライブプッシュしてくださいって書いてプッシュなんだろう、あれだプッシュして、あ、これ通知、あ、ははははで、そしたらこれまた動くのか、真っ暗くなってる、なんで真っ黒なんだろう、これが真っ黒、はい、あ、私のところでは結構見えてますね、あ、じゃあ一回あれして、あ、もしかしたらそうですね、一回、そうですね、はい、できました、ごめんなさい、埼玉の坊さんも、あ、はい、暇な埼玉の坊さんもいたこの番組聞いてる方はさ暇な方だと思うので嘘だよ、ごめんね許して、今日は、はい、収録放送でお届けしております、収録しているのが11月16日木曜 日の、はい、朝ですね、 朝ですね、朝でございますから元気な眉でございます、はい、で、まあ、悪い言葉言った時は、うん、まなみが全部カットしてくれると思ってるので今言いたい放題やっておりますいつもと変わらないか、はい、いつもと変わらない感じでお届けしてます、残りもあと15分を切った、15分を切ったらあと1個の話しないといけないねあと1個の話、本当あと1個の話聞きたいんでしょいや、あれはでも聞きたかったですね、あれ、どんな感じなのか、はい、あれは、はい、の方が薄いと思うよ、薄いです、あ、そうなんですか、違う、どこまで言っていいのかななんて、あ、確かに、うんと、あ、まあね、あ、まあでも、あ、まさか、まあ、うん、まあ写真じゃないからね、話はいいのかな、うん、自分でもね、はい、本人も出してたからね、本人も出してる部分だったら大丈夫じゃないですか、ね、うん、で皆さんはもうなんか、はい、ヤフーニュースあれデイリースポーツか、ヤフーって書いてましたね、なんかあんな感じで、はい、LINE開けた時とか、あ、Google だ、Google を、うん、で検索しようとした時に、はい、初めにちょっと CM とかニュースみたいなのが流れるでしょ、はい、検索の下の方に、はい、そこでトップ、その日ね、トップページ、はい、月曜か火曜日だったかな、あ、そうなんですか、うん、そう、私あのページは直接見てなくて、私も友達が先に送られてきたんだけど、はい、その後から ね、 あのペコちゃんの、はい、リューチェルのペコちゃんの、奥さんの、はい、の話が載ってたんだけど、はい、それはちょっと置いておいて、あの予約があって、はい、うん、本当そこから本当はね、このあれが出なかったらこっちから話 しようと思ってたわけ、あ、なるほど、その、はい、全国放送にならなければ、うん、予約があって、予約の時に、うん、あの七五三の予約だったんだけど、はい、あのお父さんが20年前につけたんだけど、うん、今度は息子にこの同じ衣装をつけさせて写したいんですけど、はい、その衣装って20年前の衣装ってありますかっていう問い合わせが来たわけ、だから、 あるものとないものがあるから、20年前だからさ、着物ってそんな古くならないから、はい、あの流行とかもないからつけられて残ってるのもあるの、うん、あるんだけど、ちょうどその時に、うん、もうすでにその10年前とか20年前のやつだったら、はい、もう今ちょっとくたびれてしまっててないかもしれないと、うん、でもあの衣装は、はい、その噂の衣装ね、は私が来た時期だったわけ、あ、20年前に、あ、あの時新しい、そう、うちの母が近所の知り合いの子だから、はい、新しい衣装入ってよ、これ日賀さん、これこれ着て、うん、これ上等よみたいな感じで選んだ、うん、だったはず、なんとなく覚えてるけど、本人が選んだんじゃなくてね、あ、じゃあ本人は3歳だわけよ、5歳じゃなくて、あの時じゃあ3歳で七五三、3歳で七五三でいらして、そのお母様のこともしよく知ってて、うん、本当にうちの斜め向かいだわけ、実家が、へ、斜め向かい、はい、で知ってて、うん、私はあんまり知らなかったんだけど、その当時うちの母がもうバリバリの PTA 活動をしてて、うん、緑のおばさんって知ってる、はいはい、朝登校班っていうのがあってさ、うん、集団で何人か10人ぐらい集まったら、はい出発っつって、うん、5、6年生のお姉ちゃんなんかが前後に立って、はい、旗持って、うん、真ん中に1年生から5年生までの子たちをやって行くのがあって、うん、でもこれが全国的でも普通だったんだけど、うん、ここに車がぶっ突っ込んできて、はい、バラバラだったらそんなにも被害なかったのに、うん、あの集団で歩いてたせいで一気に 4、5人亡くなったっていう事件が、うん、事故があって、はい、集団登校っていうのみたいな感じよね、はい、そこまで狭い道で集団になる必要があるのかと、はい、
なんかね、うん、でもね、一応お姉さんお姉さんとの交流だったり、6年生が仕切って怖いけど、ちゃんとしっかり並ぶ、はい、ああいうのもあったのよね、うん、そういうのをまた見守る大人の役を緑のおばさんで、はい、ここはとても車が絶対止まらんから、はい、登校班が止まるか通るからって、うちの母が手挙げて止めて、はい、生かすっていうのをやってたから、地域のおばちゃんでね、はい、よく知ってたわけね。ああ、いつもあら、うち実家荒垣さんなんだけど、はい、荒垣さんありがとうございますってそのお母さんにもよく言われて、はい、仲が良かったから、はい、部屋さん新しい衣装入ったよ、どんなねって、これ可愛いよって言ったから、あ、いいですねってお母さんが言ってもらって付けさせた衣装があって、はい、それは残ってたんですけど、はい、たまたまね、残ってた、うん、ただね、うん、前に同じような感じであったのよ、衣装つけたいと、はい、そしたらもうつけてしまってから、うん、おばあちゃんが一緒にいる、うん、おばあちゃんがこの衣装を見てお宅で20年前に写したの、うん、25年前だったかな、はい、写したのよっていう方がいて、うん、見たら、ああこの衣装まだありますよ、うん、そうなんだったら、あ、いや、それ分かってるんだ、つけさせたかったなって言われたわけ、はい、でもそれね、うん、着替えてもう撮影してからだったから、はい、でその時一人で全身半身とかさ写したりするんだけど、うん、あの一人で一つ写して、あと一つ家族で写そうとした時に、うん、本当はお着替え全然違う衣装をつけたら、うん、ほら2回着替えることになるから、うん、料金出るんだけど、料金はそのままでいいです、うん、せっかくだからお父さんと同じのつけたいんだったら、おばあちゃんが一緒に飾りたいって言ってさ、うん、じゃあやりましょうってやってあげたわけ、はい、もう善意で、うん、なのに、うん、その時の衣装の中の襟はちょっと変えたりするさ、はい、これ中はもうボロボロになったりするから、はい、新しくなったりするから、それが違うとか、だんだん文句言い出してきて、仕上がった時に角度が違うとか、はい、この写真をちゃんと見てるわけじゃないし、はい、前はここにお花があったとか、うん、そこを細かく言い出したんですか、うん、そう言い出して、ちょっと違ってたから、ちょっととか、はい、はぁって、うん、もうこんなのやりたくないってね、ちょっと嫌なことがあったのよね、はい、だから妹もすぐ、あ、あるかもしれませんって積極的じゃなくて、うん、でもないかもしれません、この衣装が、うん、同じようじゃないかも、原型はね、はい、あの中の襟が変わってるかもって、こんなこだわる人かなと思ったわけよ、うん、もちろんリューチェルですってね、のって言ったら、リューチェルの衣装を覚えてる私たちも、うん、置いて、あ、ありますよって心よく言えたんだけど、うん、でも、うん、でも分からないです、そこでは、あ、じゃあ、はい、写真持ってきていただいて、当日見てからだったらご案内できるんですけどって言って、ちょっと濁したわけさ、うん、はい、そうそう、だから、はい、本人たちももしこの衣装がなかったら、うん、全然違う衣装つけてもねってことで、他のところで衣装を探してきて、はい、似てるもの、はい、それつけてきてたわけ。あ、そうなんですか、うん、つけてきていらしてて、はい、うん、ピコちゃんももちろん着物つけて、うん、で、あ、このどこのって言わんでいいよね他のところでこう書いてあったんだけど、そうそう、他のところでつけてきて、もう撮影だけだったわけね、うん、で、そしたらおじいちゃんとかお姉ちゃんなんかも、うん、リューチェルのお姉ちゃんなんかみんないらしてさ、うん、で、あ、この衣装はないですよねとか、ありますよってバーって言って、もう見せて、はい、あ、そうなんだって、うん、だけどこれをつけてるし、うん、この本人に聞いたら、はい、本人はもう自分で選んだからこれでいいって、うん、って言ってたし、男の子5歳だからあまり着替えも嫌だわけよ、うん、男の子、女の子はテンション高くなるけど、相当苦しかったはず、つけてくるまでが、うん、もう自分で選んだからこれでいいって、まあ、色は似てたのよね、柄は違うけど、柄ってこんなして写さない限り写らないし、分かんないしさ、うん、でも一応本、あの、まあ、同じ衣装でっていうのは希望であったけど、うん、リューチェルのこの希望では、自分と同じ神社で、うん、同じ写真館で、あの、町の小さな写真館で写したいっていうのが希望だったってことで、弾丸でね、すぐいらして、もうすぐ次帰ったはず、すぐ帰ったはず。あのね、これは土曜日に来てたかな。土曜日にいらしてて、もうすぐ土日で、日曜で帰ったはず。東京に帰って、そうそうそう。で、月曜日も上げてる感じだったから、はい、ああ本当に弾丸出てきましたっていうのをね、うん、ツイッターじゃないや、インスタで載せてて、うん、それをデイリー新聞か何かどっかがね、はい、ピックアップして話したのを載せてたさね、はい、そうそう、ちゃんと一応普天間写真館ってね載ってたね、うん、あの間が違ってたけど、うん、間ではなく三髄の一万の満、はいはい、そう満足の満ね、はい、ではあるんですけど、そうそう、でもあ載せてくれてるって、すごいだから、あ、うん、今いろいろインスタに載せていいですかってうちのも、はい、いろいろやったりするんだけど、あ、はい、あのそこにいい家だったから、うん、あ、やっぱしね、うん、今芸能人だし、うん、お子さんの写真をさすがにほら三角の黒いのが書かれてたから、
リコちゃん自体も大きく載せるときには子供の写真の横顔とか、うん、小さい時の写真をねどんどん出てるけど、ねうん、あえて出すときにはだんだん顔がね、はい、あそうそうね作られてくるからる、うんはい、で、あの顔がさ、はい、ちょ似てる、うん、リューチェル似てる、あそうなんですね、うんうんうん、もうちょっと日本人っぽい感じになるかな、その前の、あそのリューチェルが着てたやつはじゃあ結局着ないまま着なかったんだけど、そうそう、はい、着てはなかったんだけど、まあ、同じ感じで写真は撮って、はい、まあ、バッグとかはねもうないんだけどさ、その時の、あでも20年も経つとやっぱり、でそれをその撮影してる写真を横からこのお姉ちゃんが撮ってたわけ、うんうん、だからあの壁があるんだけどさ、はい、白い壁、この壁のこちらに私がいる私そのそのに、あなるほど、うん、こっち側にいるんだけど、この映ったところがさ、後ろの道具置いてるとこも映ってて、はい、あうちなんかとしては恥ずかしい、あそこは隠してほしかったなってまさかあそこ映してると思わなかったけど、はい、全体ちょっと引いた感じで映してるから周りも映らんわけに、ね、恥ずかはずって思って撮影風景みたいな、そうそう撮影風景をちょっと撮ってくれたんだけど、はずってすごいですね、だから他は見ないんですよ、なんていうんですかね、あの、うん、ああいうよくインスタで見かけるようなこの有名人とかのやつの裏側でこの何ですか FM ギノワンファミリーのファミリーのところにつながるっていうのがなんかびっくりして、なんかあの記事が、ね、沖縄は狭いけど、で私もほらまたこのモアイグループの、はい、FM ギノワンモアイグループのやつに出したら、はい、ゆかりんごさんがさコメントでさ、はい、あのとてもいいお仕事なんだねってこの、そんな褒め方をしててさ、はい、そっかもうちょっとね、軽減で軽減でお客さん軽減してないけどあのちょっと遅刻したりとかさ、はい、あ疲れたなんて言うけど、うん、そういう大切なねこの人の人生に関わる、うん、そうですね、思い出残るこの貴重な体験ができる仕事してるんだなって改めて、うん、しっかりしようってしっかりお客さんはもちろん大切にしてるよ、ちゃんとやるし。じゃあ今一度あれってことです、うん、ただ子供が多いから、私は子供担当だから、うん、もうさあの仕事っていうよりも保育園だわけよ、はい、3歳とかさはいはいはいって踊ったり、うん、って話しながら進めながら、うん、これをこの紙どうしようって、うん、同じ感じにできないわけ、うん、質も違う、量も違う、はい、動く、うん、もう嫌がる、はい、とあとあなたの髪ではこんな差が可愛いと思うのに、はい、あ下のあの上でお願いしますって、うん、セミロングなのに、うん、後ろが全然上がらんとか、うん、今のさあるあるなんだけど、中が刈り上げとか、はい、あ嫌よこの刈り上げで上に上げられるわけねえだろって思いながらはーいってそういう風な感じでいいですか、うん、後ろをねピンとたくさん止めたら可愛くないから、うん、上げてる感じにしてちょっとお花つけたり、うん、リボンつけたりしてちょっと隠しましょうねって、うん、あはーいって、うん、それを臨機応変にやってくれるってお母さんなんか勝手に思ってるから、うん、でも言い方だと上げれって上げるこの短い髪でってあのね、でも上げなくてベレー帽をかぶせて、はい、ちょっとやるっていうのもあったりもするんだけど、いやいいですベレー帽なんてって後ろはぎどって言いたくなるけどね、まあ、そんな感じでそうそうそうしながらだから、うん、だってお母さんの顔にあの胸にうずくまってこっち顔見せてくれないのに流走とかあるからね、鏡見れないんだよ、想像で大体今こんぐらい膨らんだからこっちがいいかなです、はい、もう泣いてるからお母さんちょっと様子見ますって言って、うんいいですもう時間ないからってやってください、歪んでもいいからみたいな、はい、歪んでもいいからって残るばよって残るっちゅうに後からあんまりだったみたいなね、うん、なかなかいないけどねそんな時は、ね、うん、分かってくれるけど、うん、私たちが嫌だって写真館にネーム残るし、はい、私がやったって、ちょっとってね、はい、まあ、そんな感じでもう残りあっという間に1分になってしまいました。そういう面白い、はい、面白かったあでもすごいなんかあ実際そういう感じで連絡来たんだとかっていうのがちょっとなんか新鮮な感じがしました。沖縄にいたお姉ちゃんかピコちゃんかどっちかが電話だったんだろうな、はい、聞いて習ってってからさ、みんなこの写真持ってた、お父さんもお姉さんもどんな衣装でしたかねってから、はい、上は覚えてたんだけど、はい、下が覚えてなくてさ、袴がこれこれこれって同時に家族全員がこの写真を写真撮った、はい、だからちょっとボケてるっていうか、はい、古くなって色が褪せた写真を撮ってる、はい、ちゃんとした写真は持ってなくて、その写真の撮った写真みたいなやつをみんな持ってる、でもテレビでさリューチェルが出してたのよ、自分が七五三の時の写真って、だからリューチェルが持ってるのかな、なるほど、
個人の私物であるかもしれないです、ね、うん、でそれを写してもまたもらったのもらえるのもらえるのか分からんけど全員持ってたからあれが面白くて、でもあれは5歳、はい、お兄ちゃんはね今回お子さんは5歳でいらしたからちょっとちっちゃめだったかもしれない、もしつけたとしても、はい、と、はい、いうことで、はい、もうあっという間にお時間になりました、はい、お時間でございます、ありがとうございます。次は収録放送で、あ、違う、生放送でいきましょう、第1週、はい、第1週、12月の第1週を楽しみに、第1週でバイバイキーン、あ、OK です、今のシュルシュルシュルは時間だよって、あ、はい、タイマーの音でしたありがとうございます、ありがとうございます、あ、みんなコメントも来てる、あ、たかしーさんも来てたんだね、たかしーさん、あ、そんなだ、たくさん皆さん今休憩中、ありがとうございます、そうそうそう、あ、さっちーさんも来てる、ありがとう、あ、そうそうそう、ね、皆さん朝の忙しい中ありがとうございます、なんでわかるの、タミーさんってまゆさんたちってもともとうるま市の束ね、そう、へえ、束、うちの父は出身、え、なんで知ってるタミーさんね、親戚、親戚、知り合いタミーさんも荒垣さんから、なんでわかる、あ、でもね、タミーさんはうるま市、タミーさん名字わかんないな、うん、でもうるま市、うるま市ってことはやっぱうるま市、うるま市はなんかいるんですか、このあのね、荒垣、荒垣の名もいるんだけど、はい、うん、やっぱりって、なんで、なんかタミーさんこれまだ続いてる、まだ、はい、続いてます、え、タミーさん、え、また教えて教えて、え、なんでわかった、タバって、荒垣でもいっぱいいるさね、うん、タバった、タバだけはみんな親戚だよ、荒垣だったら、なんで、あ、もうみんなですか、うん、なんか小さい部落で、中城の荒垣さんなんかもいたり、はい、うん、あるけど、タミさん誰ね、誰ねって、誰ね、知り合い同級生がとか誰かいるのかな、タバ所いるのかな、やっぱりってなんだよね、どうやってなんかそこを感づいたんですかね、昔のちょくちょく感づいて、タミさんちょっと早く返事、早く返事して、あります、ないんじゃない？ないです。あ、あれに来る？来る？クリスマスフェスとかなんかイベント。イベントには来たかな。でもなんかあのリスナープレゼント取りにとかでは。ああ、来たことない。男性だよね。男性、はい。タミさん何で？もしかしたら知らぬ間に会ってるってことはないんですかね。まあね、あ、ちょ。